寺田学君。立憲民主党の寺田です。いよいよ入管法、2年前も質疑の場にも立ちましたけれども、改めて質疑する機会となりました。2年前もいろいろ議論をしながら今回筆頭として臨んでいるわけですけれども、私自身としてはできる限り具体的に、できる限り知りうる数字も含めて明らかにした上で、かつ国民に価値観をしっかりと問う審議であらねばならないと思ってます。先ほど鎌田さんの根治治療の是非っていうのはありました、収容の中で。これもおそらく私自身の価値観持ってますけれども、国民の皆さんの中においては、いや助けてあげるべきだろう、根治治療してあげるべきだろうというお声もあるでしょうし、一方ではもちろん国民でもない、そして納税者でもない、一般国民の皆さんが全員根治治療に無料で全員アクセスできているかどうかということも鑑みた上で認めるべきということに慎重な方もいらっしゃるかもしれません。では犯罪者、犯罪の経歴を持つ方、今回の法案の中で随所に出てくる一つの基準になりますけれども、実刑3年実刑1年犯罪を犯した方に対してどのように向き合うのかということも、入管が答えを持っているわけでもなく、やはりここは国民の理解がどのような状態になっているのかということが、やはり一番我々としては大事ではないかなと思っています。その中においてしっかりと温かい社会というものを作れるように、我々としても具体的な数字を列挙しながら価値観を合わせて伝えていきたいというのが、この入管法に臨む上での私自身としての考え方だと思っています。で、今日はできる限り立憲の質疑者の皆さんには収容および管理措置含めた代替措置についての質問を集中的に行ってもらいました。で、今までの中で質疑が出るだろうと思ってたんですけれども、基礎的な情報をちゃんとまず一貫確認しておきたいと思ってます。まず令和4年末の段階でいわゆる送還忌避者という方が何人いるか、これは出していただいたデータにもありましたけれども、送還忌避者数、それとその中において収容されている方の人数、その割合、そして仮放免されている方の人数、そして仮放免されながらもいわゆる政府の資料によると逃亡者と言われてますけれども、逃亡することによって仮放免資格がなくなっている方、それぞれの数字をデータとしてご答弁いただければと思います。西山出入国在留庁管理庁次長。お尋ねの数字につきまして、いわば母数となります送還忌避者、令和4年末時点で4233人ございます。そのうちまず非収容者は87人、パーセンテージとしては約 2%。次に、仮放免者、非仮放免者、失礼しました、が2736人、パーセンテージで約 65%、それから、仮放免中で逃亡し、手配者となったもの、これが1410人、パーセントで、パーセンテージで約 33% となってございます。寺田学君。私自身もこう向き合う上で数字は大事だと思っていて、想像とその実態というものも考えなきゃいけないと思ってます。で、送還忌避者がこれも年々上下するものだと思いますが4233人、その中で収容されている方の数、送還忌避者内で、収容されている数が87名、で、それ以外の方は基本的に仮放免をされているか、仮放免された後に連絡がつかず逃亡者としてカウントされているものが2736人と1410人の合算ということだと思います。私自身、これは収監されている方はその月その年によって大きく変わるものだと思いますので、この瞬間だけをもって評価しづらいとは思いますが、おそらく一般的にイメージされているものとそのかなり乖離があるんではないかなと思っています。実際私自身もそれは数字を示されたとき、私が令和3年の数字を最初に見せられましたけど、実感としては乖離がありました。それとともに今回であれば4233日87人 2% ですけれども、想像よりもだいぶ少ないと思っています。ただ
その一方でこれだけの人数にもかかわらずウィシュマさんのような件が起きてしまったということは非常に問題だと思っています。もちろん人数が多いから手が回らなくてそのようなことが起きたということで許されることではないと思いますが、これほど、まあ、その時その時で違うのであれですけれども、私の想像よりもはるかに少ない方の収容者数の中においてあのようなことが起きたということは大いに問題があることだと私は思っています。でそれ自体は今鎌田理事も含めてかなり厳しくご追及いただいたと思いますし、裁判で今争われていることだと思いますが、あの場に常勤の医師がいらっしゃったらまた違ったのかというような疑問点というものも思い浮かびます。これもデータで知りたいんですが、現在において常勤の医師が配置できている施設の割合、または常勤がいなくても常時医師がいる形になっている施設数と割合とあればデータでお示しください。西山出入国在留管理庁次長。失礼しました。現在収容施設が常時開設され、診療所が置かれている主要6館所のうち5館所においてそれぞれ1名の常勤医師を配置している状況にあります。で一局東京局横浜支局には配置できておりませんで、非常勤医師や外部病院受診により対応しているところでございます。なおこれら6館所以外にも収容場を有する11館所ございますが、これらにつきましては長期的な収容等を行うことを想定していないため診療所がなく、診療が必要な場合には外部病院受診により対応しているところでございます。寺田学君。まあ、どのように外部受診をさせるかどうかの判断をどうするかというのは大いな論点だと思いますが、まず現状として今伺ったことはまず受け止めておきますが、今回、まあ、質疑に際して常勤の医師を集めることを苦労しているということ自体はさまざまなところから聞きました。まあ、確かに言われる通り、いわゆる医師としての使命感だけで常勤医師として勤めることの難しさは僻地医療のことも含めてあると思います。で特にこの入管施設の場合でいうと一般的な医師としての給与が下がるということも含め、まあ、今回それで兼業可能にするということ事態を解決策の一つと挙げてるんですけども、果たしてそれだけでしっかりとした医療体制、常勤の医師を置くことができるのかということは私は甚だ不十分じゃないかなというふうに思ってます。もちろんそれ以外何をするべきなのかということ、妙案が今この場であるわけじゃないですが、あのような事故をあのような出来事が今後起きないようにするために医師が常時いること自体は非常に大事なことだと思ってます。でこれは考え方にもよると思うんですが、いろいろな方に聞いたときに言われた、なるほどなと思ったのは、常勤医師を置くことと常時医師がいることは当然ながら違うことですが、常勤医師を確保すること自体は非常に難しいんじゃないかと。それよりならば常時その場に医師がいること、もちろん医師が日によって変わること自体の問題点は生まれるかもしれませんが、常時医師がいることをまずは目標として、もしかしたら常勤の医師よりもそれの方がいいこともあるかもしれません。常勤の医師を確保するということだけではなくて、常時その場に医師がいる、ローテーションでも何でもいいです、地域の医師会の方々の相当なご尽力必要かもしれませんけれども、そういうやり方でとにかく医療体制不十分な部分は補っていく、そういうやり方があるんじゃないかなと思うんですが、大臣お考えがあれば。斉藤法務大臣。今ですね、常勤医師が配置されない官所では常時医師がいるというそういう状況にはなっていないんですけど、例えば東京局横浜支局においては現在非常勤医師10名が輪番で診療を行ったりして週2回の腸内診療の機会をということで、まあ、工夫しながらやっているわけであります。まあ、ご指摘のように常勤医師がいればじゃあ完璧かということではないと思っていますし、常時医師がいる状況を作るということはかなり対応ができるんだろうと思っておりますので、まあ、その医師がどういう協力をいただけるかという現実を向き合いながらベストな方法を考えていくことなんだろうと思っています。寺田学君。私自身としては常時医師がいるということを
もしかしたらベスト、常勤医師よりももしかしたらいいことがあるのかも、総合的に勘案するとあるのかもしれないと思ってます。常勤の医師にこだわらず、常時まずは医師がいる、日中はいるという体制をまず早急に整えていただきたいというのがまず一つの要望であり、その努力を促したいというふうに思います。で、収容の上限設定についてです。で、これは2年前の質疑を経て協議をした中において、私が聞くところにおいては6ヶ月の上限を設定するということで与野党が合意をしたと。もちろん、理由がある場合には延長が可能だというような合意だったというふうには聞いておりますけれども、私自身はまずは国際的にも言われていることですけれども、この収容に上限を設けるということは非常に大きな必要性を持っていると私は思っています。今回上限3ヶ月に一度 その定期的なチェックというものは制度的に入れているようですけれども、それと上限とはまた違う話ですので、まあ、3ヶ月に1回その人が収容されるべきかされないべきかを判断するということと、上限を2年前に遡って言えば6ヶ月として定める、原則6ヶ月として定めるということは両方両立することだと思っています。今回上限設定2年前に合意、まあ、合意されたこと自体は与野党の中での合意だと思いますので、政府としてどういうふうに立場になるかというのはありますけれども、上限を設定しなかったことについて説明をしてください。西山出入国在留管理庁次長。収容期間に上限を設けた場合、その上限まで送還を忌避し続ければ逃亡の恐れが多いものも含め、全員の収容を解かざるを得ず、確実迅速な送還の実施が不可能となるため、収容期間に上限を設けることは相当ではないと判断したところでございます。寺田学君。いや、私は両立するしうるって言ったんですよ。だって3ヶ月に1回それをチェックしてるわけでしょ。3ヶ月に1回逃亡の恐れがあるかどうか、まあ、その詳しい文言上はまず今省きますけれども、そういうチェックをしているわけで、もちろんさまざまな価値観ありますよ、さまざまな価値観ありますけど、あえて今の改正案にのっとった上での意見を申し上げると、3ヶ月に1回その恐れがあるかどうかチェックしているわけですから、恐れがあるんであれば、上限があったとしても原則と例外の関係になるはずですよ。それでも原則として6ヶ月という上限を設けない理由は何かと聞いてるんです。だって3ヶ月に1回全部チェックするんでしょ。西山出入国在留管理庁次長。まず前提としまして、退去強制手続きの対象となる外国人は、逃亡等の恐れの程度のみでなく、収容により本人が受ける不利益の程度等も考慮されて、管理措置に付するか収容するかを適切に選択する仕組みとなっておりますので、そもそも収容が必要でないものは手続きの当初から収容されない、されずに管理措置に付されることになります。その上で、例えば収容上限を設けても一定の場合に延長できるとした上で、その要件を管理措置の要件と同じとする場合には、収容期間の上限として機能せず適当でないと考えます。他方、延長できる要件を管理措置の要件とは別の要件とした場合において、延長できる要件を厳格なものとすれば、収容の必要性がある場合であっても収容を解かざるを得ず、先ほどお答えしたような逃亡の恐れが多いものも含めた全員収容を解かざるを得ないこととなりかねないと。他方、延長できる要件を緩やかなものにすれば不必要な収容継続の恐れがあるということで、ご指摘のような仕組みを取ることは相当でないと考えたところでございます。寺田学君。今論点整理してるじゃないですか。その中で、その今の管理措置のあり方と上限を設けた場合のその間の部分を何かしら考えるべきだと思いますよ。ぜひ検討してください。それと3ヶ月ごとに、まあ、収容の要否を見直すというんですけれども、そのいや引き続き収容が必要ですと言った場合の理由の告知のあり方、そこら辺はどう考えているんですか。出入国在留管理庁西山次長。
ご指摘の仕組みにつきましては、本人から請求がない場合であっても、その主任審査官が3ヶ月ごとに職権で収容の要否を検討し、管理措置に付さない場合には、その旨および理由を出入国在留管理庁長官に報告し、長官がさらに収容の要否を吟味するというものでございますけれども、対象者について、対象者につきまして、長官、または主任審査官が、職権により要否を検討するものでありますので、決定をしない場合に、その旨を本人に告知する仕組みは取ってございません。これに対しまして、被収容者から事項を管理措置決定に付する旨の請求があった場合には、管理措置の決定をしないときには、理由をした書面を持って、その旨を通知することとしており、本人がその決定しない理由を認知できるということになってございます。寺田学君。あくまでもこの改正案に沿った上での質問をしているわけで、それを認めているというわけではありませんけれども、しっかりと本人としてはその理由を知ることになるでしょうし、それ自体がまあ本人に知らせる以上は、名前を伏せる形なのかどうなのか、さまざまな形で、どういう形でそれが拒否されたのか、認められなかったかということは、統計的には出てくるものだとは、我々としては考えております。で、すみません、時間がないので、最後の一問ですけど、先ほど大口委員の方からお話をされている中で、それこそ仮放免の要件として、健康状態への配慮ということが、55条8項にある中において、今まではその、医師の、そのアドバイスって、そういうものに努めるということでありましたけれども、大口委員と質疑をされ、答弁される中においては、必ずその人を、医師の判断を受けるという話になりました。実質的な法文で定められているところよりも踏み込んだような答弁だとは思ったんですが、改めて確認しますけれども、仮放免を認めない場合において、必ず医師、その場合には医師の判断を仰ぐという仕組みにするということでよろしいんでしょうか。出入国在留管理庁、西山次長。先ほど大臣が答弁をされた通りでございます。その答弁忘れたから失礼しました。仮放免の決定をしない判断をする場合においては、この医師の判断を仰ぐことになると考えております。寺田学君。私が聞いているのは、必ず仰ぐかって聞いているんです。大口先生もそのことを聞いていました。必ず仰ぐんですか。西山出入国在留管理庁次長。改めて申し上げますと、疾病にかかっている疑いがある非収容者について、仮放免を不許可とするときには、医師の意見を踏まえて判断すべきこととなる、すべきこととなると考えております。寺田学君。役所としての答弁の限界があると思っています。大臣、いかがですか。斉藤法務大臣。今、次長が答弁した通りなんですけど、現実面においてですね、その必要性のあるときには必ずやるということだろうと思います。寺田学君。その必要性自体がしっかりと要件が明記されてない限り、その必要性の部分で必ず受けることができなくなることがあると思いますので、ちゃんとそこ整理してほしいです。大口先生からご指摘いただいた上で、先ほど大臣として踏み込んでご答弁されてるんだと思います。病気、その疾病を理由にとする中において、仮放免をしないというような判断をするときには、必ず医師の判断を仰ぐ、運用をするのか否かということは、後で理事会に出してください。それじゃあ、理事会の方で受け止めさせていただきます。寺田学君。時間となりましたので、あれですけれども、明日も質疑をします。で、明日は難民の認定ことを含めて、補完的保護を含めて議論することになると思いますが、政府としてもできる限りはっきりと、そして出せうるデータはしっかりと出した上で質疑をし、冒頭申し上げた通り、この質疑を通しながら、国民の皆さんも一緒になって考える、価値観として判断していくことができる質疑にしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。以上で終わります。午後3時30分から委員会を再開することとし、この際休憩をいたします。